あの海軍休日と言われていた日々の中で、私と姉たちは世界最強の戦艦としてビッグセブンという輝かしい称号を授けられた。しかし時代が移り変わったとはいえ、私たち三姉妹が艦隊を支えるだけの実力を持っていることに変わりはない。これだけはどうか忘れないでほしい。コロラド、メリーランド、準備はいいか？緊張は不要。指揮官、そして母校の仲間たちに私たちビッグセブンのパフォーマンスを見せるのだ。指揮官、ちゃんと熱くなれたか？天気の話ではなくステージのことだが、ならよかった。指揮官、私の力は疑わなくていい。心配には及ばない。ああ、指揮官、こっちの声はちゃんと聞こえてる？コロラド、メリーランド、そっちも大丈夫か？一人の時はもう少し静かでゆっくりな曲をよく弾いているが、こういうシチュエーションだと盛り上げないとな。ロイヤルレディはこういったジャンルが苦手だと思っていたが、ロドニーたちといい、やはり先入観は人を損させるな。リクエストか？コロラド、メリーランド、次は指揮官の好みのものにしよう。誘うつもりはなかったが、任務の遂行も艦隊の実力をつけるために必要不可欠なことだ。しっかり任務を完了したようだな。見事だったぞ。もしかして姉たちからの手紙か？途中参加でもちょうどいいタイミングだ。指揮官、次の一曲も楽しみにしといてくれ。指揮官、怠けすぎだ。私にも我慢の限界がある。かの対戦では大怪我をしてしまったが、修理を受けてさらなる力を手にすることができた。これが怪我の功名というやつだろうか。ビッグセブン、これは私が誇りに思っている称号だ。だがこれからは空母の時代か。私は今自分のこの力が一体何のために存在しているのか迷い始めている。
指揮官の艦隊に入ったことでようやく答えを見つけられそうだ。この力は指揮官とみんなを守るためにある。たとえ二度と戦場の主役にはなれないとしても、私と私の力にはまだ価値があるはずだ。指揮官はもう戦場を任せるに足る人物となれたようだな。これでようやく私にも力を託すに値する人が。何？愛の告白？そんなこと私から言わせるんじゃない、このバカ。委託組が戻ってきたか。最後の一曲までに間に合うだろうか。今回のスポケントロフィーもいけそうだ。乗るか沈むか、行くぞ。ビッグセブンを侮らせない、永遠にだ。あと少しだったのに。16インチ砲弾の重さを思い知れ。魚雷に撃たれたこの感覚、実に不愉快だ。私とちぎりを交わすというのか。大胆な決断をしたな、指揮官。ならば私もその期待に応えるとしよう。この力と命ある限り、あなたを守り続けよう。